どうした？いやいや、見どころいろいろありますから、ね、どこを撮っていいのやらです、ね、だけど、うん、唯一あれだったのはジュニアさんって案外、うん、覚えられてないんだなみたいな。いやねえ、頑張ります。千原ジュニアが名古屋の粋な居酒屋を飲み歩く。嫌われ芸人品川が意外な本音を語る。僕好感度気にしてんすよ。俺嘘つくわ。え、まだね、モデル朝比奈彩はバラエティ界で生きていけるのか。お前なんか通用しねえよ。早くレギュラー。そしてクワマンがバブル時代のテレビを語る。こうやってね、起きちゃうとまずいから、もう最後の方は後取り。そうなんや。さらにたまに行くならこんな店、ヘベルクナビのコーナーでは、今回もスギちゃんが夜の名古屋で大暴れ。サンミュージックがまた問題を起こしますよ。見たら絶対飲みたくなる、千原ジュニアのヘベレケ。やってきましたね、はい、何でしたっけ。ヘベレケ。ヘベレケ。嘘でしょ。まだ飲んでないですよ。いやいや、あるらしいじゃないですか。なんか聞きましたよ。え、もう今日は、はい、今日は飲みたい。いや、もうそうですよ、めっちゃ飲みたい。どうしたんすか。いや、なんか、はい、友達が、はい、どんどん交際半年とかで結婚していき、おめでたもどんどんたくさん増えていって。あ、そうなんですか。で、昨日も友達のところに子供が生まれて、はい、なんで私だけ結婚できないのって。それはマーズさんが一歩踏み出すか踏み出せないかだけでしょ。うまくいってるんでしょ。まあ付き合ってはいますけど、はい、結婚の話とかにならないですから。それで飲みたい気分なんですか。そうで、あの33歳独身の女3人が集まって結婚できないっていう漫画を読みながらここに来たんですよ。だから余計感化されちゃったの。あ、それでもう飲んでるやってられへんわっていう。なんなら新幹線で飲んでこようかなって思ったくらい。あ、いいですよ、仕上げてこられてもこれから。か、はい、さあ1軒目です、こちら、はい、串カツかっちゃん。なるほど、はい、良さそうな、はい、ね、行ってみましょうか、はい、どうぞ。どうもこんばんは。いらっしゃい。あ、ええー、感じの。こんにちは大将、すみません、お願いします。いや、毎回1軒目は味上げますけど、特にレコードですか。これは趣味で。趣味で。へえ。大将、これ何年ぐらいですか、お店は。11年目ですか。あれ、今月で11年目になりましたね。あ、思ってたより、ね、思ってたより40年若いですよ。千種駅から徒歩3分にある串カツのかっちゃん。ジャズを中心としたレコードが棚いっぱいに並び、音楽とともに串カツ、土手、おでんが楽しめます。カウンターの目の前にある土鍋で煮込まれる土手の香りで、思わずお酒が進んでしまいます。ところでジュニアさん、なんで髪の毛切ったんですか。そうですね、俺おっさんが髪の毛切ったことをそんなもうね。いや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 、いや別になんか何の理由もないんですよ。だから、いやいやいや、お似合いですよ。なんか若返った感じより。そうですか、うん、奥様なんておっしゃってました、その髪型をご覧になって。いや別に奥さんは、まあ、まあまあすっきりしたねぐらいの感じで。そうそう、本当はもっとかっこよくなったね。いやいやみたいな感じだったじゃないですか。いやいやいや、まあ、さっぱりしたんちゃう。そんなことよりっていう。いやいや、そんなことより小池都知事どうなんかな。いや、ほんまにほんまに、おっさんが髪の毛切ってなんだかんだ言われん、お前力士か俺かぐらいですよ。ありがたい、ほんまに。なんかこう、奥さんとラブラブって幸せだって分かってると、芸人さんとしてやりづらいなって感じる時ないですか。俺そんな、あのラブラブみたいな、そんなあれないですもん。そうですか。愛妻家でとか。お願いします。登場もグイってくんねんな。お邪魔しんさん。お前、お
最初にやってきたのは品川庄司の品川。この後嫌われ芸人の意外な本音に迫ります。いただきます。いただきます。お疲れ様です。品川さんとは結構仲良しなんですか？品川、ほんまの品川と仲いい人はどらやな。いや、やめて。いますよ。いや、どこを持って皆さんは品川さんが性格悪いっていうのかなって。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。最近でもあるんですよ、やっぱ。あ、これ嫌われるな、みたいな。うん、ただ、はい、なんかサービス精神でちょっとボケとして言ってんすけど、ナイーブな人ってボケとして受け取らない人いるじゃないですか。一時期テレビに出てて見なくなった後輩とか見たら、うわ、お前まだ辞めてなかったんだって。で、俺としては、いや、やらせてくださいよみたいなのを思って言ってんすけど、やらせてくださいよがなかった場合、あ、また嫌われたのってちょっと思って帰るみたいなのはあります。ジャブが重たいんだよね。そうですね。だからやっぱそれが多分ガサツなんだと思います。いや、すごいだよ、はい、やっぱり。ただ僕、ジュニアさんとか本当緊張するんですよ。あら、いつも。よう言いますわ。僕、あの、ご結婚なさったんで、ご結婚おめでとうございますっていうメールを送ったんですよ、うん、そしたら、プロポーズの言葉は家族になろうよです、うん、で、まあ、福山雅治さんと同じ日だったんで、うんうん、それにかけてこう送り返してくれたんですね、うん、いや、結婚の日ぐらいそんなのいいですよって送り返したんですけど、あ、このままじゃジュニアさん俺のこと何にもその遊びしないやつなんやって思われると思って、もう一回送り直したんですよ、うん、すいません、今の返し違いました、そして父になるですねって。そしたらすぐ携帯がブブって言って、うん、って見たら、そっちの回答の方が実に面白いってきたんですよ。わー、すごい。これどうしようと思って なんか言わないとと思って、また誠二さん、いや、あんちゃんにご報告しましたかって送ったんですよ、うん、そしてまたすぐブーってきて、とりあえずスーパードライで乾杯しました。いや、もう怖い、もういいわ。奥さんかわいそうと思って、終わらない。毎日こんなこと奥さん続けていくのと思ったら、うん、怖えって思って。いやいや、そんなもんないですよ。すごいですね、そういうやり合いが。いや、だからそうなんですよ。普段からいつも飲みながら大喜利もするし。そんなことない、そんなことないです。最近なんか品川さん、中村獅童さんと大喧嘩しちゃって。最近じゃないです、昔ですけどね。昔、はい、いつぐらいですか？もう7、8年前です、ね、なんで？陣内孝則さんの方の誕生日会に突然呼んでいただいたんですよ。なんか陣内さんが僕の映画を見て誰かから電話番号を聞いて、わざわざかけてきてくださって、はいはいはい、だから陣内さん家に行って、で陣内さんとお話ししてたら、いきなり後ろからビンタバチンってされて、はい、もうかなり酔われてたんですけど、うん、お前誰だよって言われたから。マジで？そんなことない。もういやいやいや、怖い怖い。で、返すがったのに、僕もう襟首につかんで、お前こそ誰だって 100% 知ってんすけど、お前こそ誰だこの野郎って壁にバッチンやって、そしたらみんなわーって止められて、で、離れたんですけど、で、みんなにもう僕は一回こういさめられたんで、じゃあちょっと落ち着いて話そうって言いに行ったんです。もう僕大丈夫ですからって言って、落ち着いて話そうって肩持ったら、いきなり頭突きされたんですよ、バンって。だから返す刀に切ったまけちゃって、でもわーってなったら、もうみんなに止められて、それぞれ別々になって、まあ後から聞いたら、その八嶋智人さんが来る前に、その品川君は君と同い年だし、うん、話も合うし、絶対来たら話した方がいいよみたいな、うん、かなり言ってて、うん、飲んでる間にもう友達ぐらいの感じになっちゃって、うん、で、来てたら陣内さんとずっと話してるから、うん、いつまでそっちで話してて、品川君いれみたいなノリでピンタしたっていう。いや、それは汲み取られへんわ。何回、無理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 、でしょ。いや、僕も分かんないなと思って、うん、だから後日2人で飲みに行ったんですよ、うん、でも電話でも、先日は本当に申し訳ございませんでしたみたいな、うん、いやいやいや、その八嶋さんから話も聞いたし、うん、もう同い年だし、そういうのやめましょうみたいな、
で敬語もやめてわーって乗り出して、うん、まあ、2時間ぐらいで同じ状態に仕上がってましたてめえこの野郎みたいな。ただ最初から飲んでるとそのてめえこの野郎が確かに全然腹立たないというか、付き合ってみると本当に酒癖が悪いっていうイメージでもないし。あ、そうなんですね。ガチで喧嘩した人っています？他に喧嘩は多いですね。いろんな人に止めていただいたりとか、山下さんもありましたし。山下さん、これね、ジュニアさん覚えてないかもしれないですけど、うん、芸人20人ぐらいいて、うん、で僕一番後輩だったんですよ当時、うんうん、ノリで、うん、品川が金出せみたいな感じになったんですね、うん、それもいや、なんで僕が出さなきゃいけないんですか、それこそ突っ込んだ方が良かったと思うんですけど、うんうん、僕が、あ、じゃあ払わさせていただきますみたいな、うん、ちょっと真面目に答えちゃったんですよ、うん、そしたらなんやねんみたいな、じゃあほんまに払えやみたいな、ちょっと払うってノリになったんですね、うん、そしたらジュニアさんもいやいや、せやでお前、お前ほんまに払えよって言った時に噛んだんですよジュニアさんが、うん、そしたらジュニアさんがうわ噛んでもうだ、うん、これバップや、うん、1000円やなって言って自分の財布から1000円出してくれたんですよ、うん、それ多分わざと噛んで、うん、ほんで1000円出して、でその次に大輔さんが噛んだんですよ、うん、そしたら大輔お前もバップやでって言って1000円出して、そしたら次々先輩が出して噛み出して、うん、僕もお会計全部賄いぐらいになったんですよ、うんうん、そんな中山下さんが噛みかけたんですよ、でジュニアさんがいやお前今噛んだなって言ったら、いや噛んでないですよって言って1000円をすごい勢いで拒否したのほんで全然覚えてないけどあ拒否したってちょっと僕は思ってて、はい、で次の日今田さんと木村さんと山下さんと僕と4人で飲みに行ったんですよ。ほんでその話になって、今田さんはいなかったんで、その話を木村さんから聞いて、あそんなことあったんや、大変やったなみたいな話してて、でジュニアさんは少し遠い存在というか、そのジュニアさんがああやってその1000円出すノリみたいなの作ってくれたのに、僕ちょっと寂しかったですみたいな、酔っ払って言っちゃったんですよ、うん、いやだってせこくないですか、ジュニアさんそんな知らない1000円出してくれ、それせこいでしょって言ったら、いやお前の1万円と俺の1万円重みちゃうねんぞって言われてダッサって思わず本気で言っちゃって、ダッサってダッサいってなんやねん表出ろみたいな、うわーってなっちゃったんですよ。そしたら今田さんが僕と山下さんバンバンってビンタして、ええ加減にせえ、俺の可愛がってる後輩がみっともない、こんな一般の人もいんのに店のなマスターも見てるやろみたいな、ええ加減にせえって言って、みっともないんじゃって言ってトイレバーンって入って、でそこで俺もわって気づいて、もうわって山下さんにすいませんでしたで木村さんにもすいませんご迷惑おかけしてみたいなって言ってたら、トイレから今田さんが全裸で出てきて、ええ加減にせいって言ったんですよ。そしたらもうバーンってその爆笑になって、僕ももう号泣して、すいませんでしたって言ったら、カウンターで飲んでた木村さんが振り返って、ええ兄さんやなありがとうございます、何そのドラマみたいな話で、トイレファッと見たら、うん、今田さんものすごい潔癖症だから、うん、脱いだ服をきれいに畳んでビニールで包んで下に着くの嫌やからな、 そこまでしてやってくれたっていうので、うん、もう感動して、うん、なんか芸人さんって本当そういう熱いエピソードとか、普通のこう会社の上下関係とか先輩後輩じゃありえないエピソードがいっぱいありますよね。いやエピソード、まあ創作力ですよね。あら、さすが。いやいやいや今のが作り話みたいです全部本当ですでも誠司さんにも止めてもらったことあるんですよ僕、うん、やっぱ漫才やってバーって帰ってきて喧嘩っぱいなんですよ。品川さんの奥様ってどんな人なんですか？ここはもっとお前出した方がええよな、奥さんな、面白い奥さん、面白い。え、お子さん一人ですか？今んとこ一人です、うん、もう一人欲しいなと思ってるんですけど、マーさんどうするんですか？もちろんお子さん、いやもうね、うん、最近読んだ本に、うん、親に孝を抱かせてあげることが一番の親孝行だって書いてあって、なるほど、そう考えると別に親のための結婚とか出産じゃないですけど、うん、やっぱり早く結婚しなきゃなと思います。もし結婚して旦那さんが浮気したらどうします？うんうん、離婚します。え私は即
一回許したら2回3回やりますもん。多分マーサさんってお仕事してるじゃないですか。一番最後の土俵際の踏ん張り、その浮気した時に絶対わーって私離婚できるって言うじゃないですか、うん、それやっぱ自分が仕事してるからですよ。あ、子供いて自分仕事しなくてわーって土俵際で浮気されたって時にわーって放り出されて、しかもそれ慰謝料もらえるかちゃんと取れるかどうかも分かんないって時に、いや私もう関係ない離婚するって言えない人がほとんどだと思うんですよ。そうか、だその土俵際で多分みんな頑張るんだと思うんですね、世間の人は。何お前主婦層の好感度お前のそんなんいらんねん何やねんお前。いやジュニアさん、僕好感度気にしてんすよ俺。嘘つくな本当に嫌われたくもないし。嘘つくなよ。ちゃんとルール守って人を傷つけない嫌われないように走ってるつもりだけど、振り返ったら嫌われてたんですよ。ただそれだけです。まだまだ話は尽きませんが、楽しく飲んだ証にステッカーを貼らせていただき、一行は2軒目へ。出たスギちゃんのヘベレケナビーいや私ね、いやこのコーナー大好きでヘベレケにならなきゃいけないと思ってて、今日も東京駅からもう飲んでまいりましたおなじみヘベレケの名物コーナー、スギちゃんが名古屋の素敵な居酒屋を紹介するヘベレケナビ。杉山さん、ちょっとある方から電話が。誰ですか、ある方。長野か、この野郎。お前もしもし、この野郎。もしもし、いつも見てますけど。ちょっと待ってくださいね。これ奥さんじゃないですか。おい、そう、電話の声の主はスギちゃんの奥さん。何の電話。何の電話。うん、いやハメハメしてるからなちょっと電話しようかな。なるほど、ハメ外してるわけじゃないんだよ。あの、また変なことやってんだ。いやいや、番組的にしょうがないわけよ、こっちも今日は毎回このコーナーでハメを外すスギちゃんに、実は奥さんが腹を立てているという情報をスタッフが入手そこで今回奥さんと電話でつなぎ、スギちゃんに釘を刺してもらおうとしたのだが、あなた今日 あれでしょ、今日札幌行ってんでしょ。好きなえ？なんか盛り上がってんだ。おい、なんかおいおい、家に帰れ、もう帰れ。そんなすきのとかいるんじゃない。ダメだぞ。やめちゃう。なんか変なことになってんな。知らんぞ、知らんぞ、俺も知らんぞ。ムカつく以上中継でしたって言ってますよ。注意されるどころか奥さんもすすきので盛り上がり中ということで、向こうもすすきのでなんか変なことやってんだったらこっちもね行かしてもらいますよサンミュージックがまた問題を起こしますよまずスギちゃんが紹介するのはセンビロになれるお店、ウミャーモンやゲンズ炙り場本店。ホルモンや魚介類などを自分たちで焼きながら楽しくワイワイ飲めるお店。そしておすすめはこちらの炙り場セット。このボリュームでなんと1080円。相変わらず名古屋では大人気のスギちゃんは早速こちらの女子会に乱入。え、あれ私の地元一緒じゃないですか。スギちゃんがこんだけ東京の頑張っててどうですか。もうスギちゃん、もっとテレビで見たいよというのをね。
安くてうまい炙り場で皆さんも楽しくせんべろしてみてはいかがですか。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。